モデルハウスが立ち並ぶ住宅展示場、先週末も多くの家族連れが訪れていました。子供が、小学校に上がるまでぐらいに、まあ、どっか決めようかなっていう感じですね。高いですね。高いです。購入する際、ほとんどの人が利用するのが住宅ローン。30年間など長期の返済計画を立てることも少なくない大きな買い物ですが、300万円で家が建つと聞いたら、びっくりですね。今は無理でしょ、絶対。今は不安しかない、はい、もうペラペラな家桁ちゃいますね。外装は美しい層をなし、まるで SF 映画に出てきそうなこの建物、これが日本で初の 3D プリンター住宅となります。車を買う値段で家が買えるっていう、まあ、例えば300万とか。 3D プリンター住宅スフィア、兵庫県西宮市のベンチャー企業セレンディクスの半田さんには、全く新しい住宅に挑戦し成し遂げたいことがあるといいます。ドラゴンボールの人間にとっての最大の課題って30年の住宅ローンだと思ってるんですね。で、それをこのデジタル の技術で解決したいっていうのが私たちが考えていることです。今月日本で初めて住宅をプリントするための 3D プリンターが到着しました。でもコロナの影響で、本当は現地で組み立てて日本に届く予定だったんですけど、やっぱり今物流がひどい状態なので部品を一個ずつ日本に送って、プリンターメーカーの技術者を呼び寄せ組み立てるところからのスタートです。海外では出力実績のある 3D プリンター住宅スフィアですが、日本では初めて。さらに今回異国の地で組み立てたプリンターでうまく稼働するか、コンクリートと日本の水の相性などを確認します。プリントが始まりました。ゆっくりと一定のスピードでラインを描きます。規則性がないようにも見えますが、プログラム通り躊躇なく進んでいきます。続いて2層目に入りました。すでに書かれたラインの上をきれいになぞっていきます。コンクリートの硬さが適切でなければ崩れてしまうところ、でも右へ左へノズルを走らせ少しずつ積み上がっていきます。実は今回のプロジェクト、 3D プリンター住宅に可能性を感じた110社が共同事業体に名を連ねています。参加の仕方はそれぞれですが、熊本県で電気工事業を営む会社の社長は、国内では台数が限られた発電機をプリンターを動かすために無償で提供したり、社員も派遣したりしています。一番はですね、やはり住宅ローン、ぜひその安く家が建てられるようなですね、仕組みがこれでできればなと。実験スペースを提供したのはコンクリート住宅の会社で、いわゆる競合にあたりますが、コンクリートに関わるあらゆるノウハウを提供するなど協力を惜しみません。これはじっとしてたらダメだなと、世界規模でね、それで技術を共有シェアできるっていうのは、本業にとってもすごい刺激のあることですよね。多くのサポートを受ける代わりに、半田さんらは企業に対しプロジェクトの全データを公開し情報共有しています。みんなで技術協力することによって全体的な技術を上げていくってことがこのオープンイノベーションのメリット で、そこでやっぱりその中からここでどう生き残るか、どう強くなっていくか。順調に来ていたプリントですが、開始からおよそ30分、突然停止してしまいました。すると
so, we found that in the hose. Really? Which means it's...どうやら日本国内で臨時調達したホースの中に異物が詰まっていたようです。 You see us running around and sweating. It doesn't usually happen. およそ50分後ようやく作業再開。その後はトラブルなくプリントが進みました。すると少し前まで険しい顔をしていた技術者も今度は余裕の表情です。最初の出力がこうやってうまくいきました。ありがとうございます。高さ60センチ、長さ2メートル10センチのコンクリートの構造物が出来上がりました。サイドには社名のロゴが浮き上がります。テストは無事成功。日本で 3D プリンター住宅に住める日はそう遠くないのかもしれません。では 3D プリンター住宅ならなぜ300万円ほどで建てられるのでしょうか。やはり一番高いのは人件費なので、これをロボットに作ってもらう、それをすることによって人の手がかからない、人件費がかからない、それによって購入するコストが下げられる。これは中国で 3D プリンター住宅スフィアのパーツをプリントしている映像。わずか23時間12分で全てのパーツが完成しました。大きな4つのパーツを組み上げてあっという間に住宅の形に仕上げます。家作りの常識を覆す納期の速さもコストダウンの秘密です。これ叩いたら分かると思うんですけど、もう家ってこれビルなんですね。コンクリートでできていて耐震性や耐熱性にも優れているといいます。地面に固定されていませんが、重量があるため転倒の恐れもないそうです。半田さんは24時間300万円で建てられる住宅を近い将来実現し、家を一生の買い物から車のように買い替えられるものにしたいと意気込みます。目指すところは、本当にセネックスのミッションである30年住宅ローンをなくすってことです。それを絶対に実現したいと思ってます。ソフィア300万円、これ中はもう本当卵の中みたいな一つの空間ということですか。そうですね、空間になっています。で、この300万円というものの中にはこの、扉であったりとか窓であったりっていうのがついていて、水回りについてはこれについては入っていません。でも側で300万ってめちゃくちゃ安いですね。安い、うん、いろんな使い道が検討されてるんですが、さっきので言うと例えばグランピングとか仮設住宅とかそういう使い方もできるんじゃないか。でさらに具体的な話も出てるんですけれどもね、次行きましょうか。来年の春販売予定の富士坪モデル、49平方メートルで500万円を目指すと。で中村さん、60代夫婦を想定した平屋建て。はい、60代っていうのがちょうど、ローンを完済した、そういうタイミングに入ってくる人も多いんですけれども、そのタイミングでそうなったと思ったら、リフォームが必要だみたいなことになって、また大きなお金が必要になってくるという時に、それならこの数百万円といううち、なんかちょっと興味あるなということで、非常に問い合わせが増えた、多かったそうなんです。それで急遽この60代を想定した家を前倒しでデザインしたと。車を買い替えるように家を買い替えるという新たな発想なのかもしれません。そうですね、車って若い頃はスポーツカーに乗ったりとか、子供ができたらワンボックスに変えたりとかっていうことで、どんどんこうスタイルを変えていく、家もそんな風にできるんじゃないかっていうのがイメージされている。確かに。そしてもう一つ、こちらは来年の12月販売予定、ソフィアの2階建て。すげえ、何これ、かっこいい。
かっこいいですよね、内装見てたら。これも100平米で300万。100平米すごい。川田さんも住宅ローン組んでますでしょ。いや組んでますよ。すんごい長いの組んでるんですから。いくらでしたっけ総額。総額いくらでしたっけ。言われへんよけど長いよ、うん、じゃあこの値段で家って思ったらなんかいやもう信じられないし、なんかすごいなんか建築の世界のなんか新しい形がなんか生まれつつあるんじゃないかなと感じますね。そうですね、うん、私自分一人って考えたらさっきのもうソフィアの一番小さいやつで十分やなと思ってね新たな家の買い方っていうのもいろいろ浸透していくのかもしれません。中村記者の取材でした。